はい、こんにちは。北沢コレクションです。今回はこちらのワイルドスピードカーコレクションの日産 350Z Z33 をご紹介します。はい、ということですね、今回はこちらですね、第4号になります。第4号はですね、こちら日産 350Z Z33 ということで、ワイルドスピード3東京ドリフトでですね、 DK ことたかしが操るこちらの車ですね、こちらが製品化されました。あと今回重要なことがですね、こちら、まあ見てもらえるとわかるんですけども、パッケージがですね、簡易的なパッケージになりました。第3号まではですね、このような非常に立派なですね、想定の、こういう豪華版 この分厚いパッケージだったんですけども、今回からですね、このような割と簡易的なパッケージになりましたので、そのあたりが第3号までとの違いかなというところですね。今回も本屋さんで買ってきたのですけども、うちの近所の本屋さんではですね、まだ結構在庫があるかなというところですね。まあ、私が必死に買い支えてるので入れてくれてるのかどうか分かりませんけども、そんな形ですね、今回も近場で買ってくることができました。ということで早速こちらのパッケージの方を開けてみたいと思います。そう、一つ言わせた、そうそう、このパッケージになったので、今までみたいにですね、その検品をするとき、本屋さんの店頭で検品するときでですね、今まではですね、こうやって結構上からモデルの状態を確認することができたんですけども、今回のこちらのパッケージではですね、もうほとんど上から見るっていうのは不可能になってしまったので、大体この辺りですかね、見るとしても。なので、こことですね、こうやって見るしかないので、結構モデルの状態を検品するのがなかなか難しいかなという状態になりました。その辺りが、この3号までとの違いというところにもなってきますね。では開封してみます。はい、こちらですね、サッシはこちらになります。今回は DK ドリフトキング登場ということで、ワイルドスピード3東京ドリフトで悪役として活躍したこちらの DK の解説になっています。そしてこのブライアン T ですね、DK 役を演じたブライアン T の解説も入ってます。で、その後は日産 350Z の解説ですね。そしてその後は日産の解説ということになっています。そして次号はこちらですね。第5号は10月15日発売で、車はマツダ RX7FD3 ということで、半の愛車となった FD の RX7 ですね、こちらがついに登場します。こちらがモデルですね。で、写真を見るとなんか全体的にマットブラック一色に塗られているような感じだったんで、これパイなら入ってんのかなと思って非常に不安だったんですけど、こうやって見るとバイナルありますね。なので安心してください、入ってますよって感じですね。まあ、それはいいんですけど、ということですね。早速パッケージ開けてみますかね。じゃあ行きますね。よし、おお、いきなり来たな。一発でガツッと行きました。はい、ということでこちらがモデルになります。で、こちらのモデルなんですけども、今までもですね、このクリアケースのエッジの部分ですね、こういうところに割れとかですね、シワが入っていないかっていうところを見てみたんですけども、今回から簡易パッケージになっているので、今までより衝撃が伝わりやすいパッケージになったので、やっぱりここのですね、クリアケースの割れっていうところはですね、今まで以上に確認した方がいいかなというふうに思いました。この個体に関しては特にその辺の割れとかはないので、クリアカバー自体もですね、非常に綺麗な状態だと思います。ということで開けてみますね。こちらになります。で、今回のモデルなんですけども、台座にはフェアリー Z Z33 の文字と、あと右側にはファスト&フィリオスっていうこちらのタイトルですね、こちらが印刷されているということで、これはいつもと一緒ですね。で、今回の検品ポイントなんですけども、本屋さんでもですね、なかなか確認しづらい部分があったり、しかもですね、バッグが真っ黒なのでほとんど確認できないぞっていう感じだったんですけども、まあ、その中でもですね、いくつか気になったところがあったので、
そのあたりをシェアしていきたいと思います。まずはこちらのボンネットですね。このボンネットはですね、カーボン模様のデカールが貼られているんですけども、このデカールがですね、シワが寄っていたりとか、なんか剥がれていたりとかですね、そういうところがないかっていうところは確認した方がいいかなと思います。特にですね、こういうエッジの部分ですよね、まあ、そのあたりがなんか綺麗にカットされているかどうかというところは確認したいところだと思います。同じようにですね、ここの前後のオーバーフェンダーのところですね、まあ、こちらに関してもですね、デカールでの処理になっているので、ここにシワがやってないかとかですね、あとは切れたりしていないかというところを確認した方がいいと思います。あとはウィングの角度ですかね。今回4個か5個見てみたんですけども、そんなに気になるような曲がりはなかったんで、おそらくここは大丈夫かなとは思うんですけども、一応ですね、ここのリアウィングの状態などは確認した方がいいと思いました。あとはですね、ウィンドウの曇りですね。多分個体差だとは思うんですけども、瞬間接着剤に曇りができてしまっているので、このあたりもですね、もし書店さんなどで直接確認できるのであればですね、こういう曇りがないかというところも確認した方がいいかなというふうに思いました。あとはですね、こちらの右側面のバイナルですね、こちらは買ってからしか確認できないと思うんですけども、このコガネムシの特徴的なバイナルですね、 DK の車の非常に特徴的なところなので、ここはですね、綺麗に表現されているかというところは確認した方がいいですね。ということですね、次はこちらが台座から外してさらに細胞チェックしていきたいと思います。はい、台座から外してみました。この角度で見ると非常にシックな感じで悪な印象がいいですよね。こちら正面です。ウェールサイド製エアロの迫力のあるフロントマスクがかっこいいですね。こちらリアになります。日本のナンバープレートの表現がちょっと遠方な感じですよね。こちら左側面です。フルエアロをまとったサイドビューが精悍ですね。こちら右側面です。バイナルが入ることで左側面とは全然別の印象になりますね。こちら正面です。カーボンボンネットと巨大なリアスポイラーが印象的ですね。こちらシャシーです。下回りは割とあっさりした表現になってますね。それでは各部を見ていきます。まずボディなんですけども、全体的にグレーのマットカラーで塗装されていて、ブラックの部分がデカールなどで表現されています。この 350Z は全体的にベールサイドのエアロキットが組まれてるんですけども、すっごい迫力ですよね。フロントはこのような形ですね。この大きな開口部なので、この銀色のパーツでこのラジエーター部分が表現されています。フロント左右のエアインテークはこのようにブラックで塗装してありますね。ヘッドライトはこのような形でクリア部品にオレンジの色が施してあると、そんな形になってますね。そしてヘッドライトの内側がクロムメッキの部品を使ってるんで、ここは非常にキラキラしてるんで非常に見栄えがしますよね。ボンネットはこのような形でカーボン模様がデカールで表現されています。これ結構丁寧に貼り込まれてるんで非常に美しい仕上がりになってるんですね。で、このカーボン模様に施されたこのバイナル、こちらも表現されてるんですけど、これがかっこいいですね。しかもボンネットピンは立体的に表現されてて、しかもシルバーの色が差してあるっていう、なかなか凝った作りになってますよね。左側のオーバーフェンダーはこのような形でデカールで表現されています。これはそのままドアでつながっていて、一部はそのままリアまでつながってますよね。そしてリアフェンダーのブラックの部分もこのようにデカールで表現されています。この辺りのデカールはなかなか貼るの大変だなと思うんですけど、でも非常に綺麗な形で貼ってあるんで非常に見栄えがしますね。フロントフェンダーの Z のエンブレムは印刷で表現されています。サイドミラーはこのような形です。きちっとこの穴が抜けてるところがポイントですね。ホイールはベールサイドの19インチタイプを表現しています。このような形ですね。そしてその奥にあるこのブレーキディスクなんですけども、ブレーキパッドはこのようにオレンジで表現してあります。リアスポイラーはこのようにプラスチックパーツで表現してあります。ここもなかなか繊細な作りですよね。テールライトはこのようにクリアレッドに塗装されたクリア部品が装着されています。その下のバックライトは、これはシルバーでの表現になってますね。日本のナンバープレートも表現されてるんですけど、これは何ですかね。なんかこれ品川ナンバーを表現したと思うんですけど、こうやって見ると西川ナンバーですよね。そしてエグゾーストパイプはこのようにシルバーで塗装されていて、
ちゃんと内側はブラックで塗られてますよね。右側はこのような形ですね。やっぱりこのコガネムシのバイナルがすごいですね。これは迫力あるなぁ。バイナル自体も光沢感があるんで、これはデカールっていうよりもなんか印刷で表現したら感じなんですよね。前回のスープラのバイナルも相当に出来良かったんですけど、この350Z も非常にクオリティ高いですね。この出来を見るとミニカーの値段は割安感があるんじゃないかって思いますよね。この個体で気になるのはやっぱり窓ガラスの曇りですよね。このような形でちょっと曇ってしまってんで、そこが惜しいですよね。まあ、分解して内側から磨けば多分取れると思うんですけど、あとリアのガラスにもこうやってなんか曇りがありますよね。ここはちょっと気になるなぁ。インテリアはこのような形ですね。この 350Z も非常に出来がいいというか、このようにロールケージが再現されてますね。リアにはこのようにニトロが搭載されています。気になるのはこのリアフェンダーのこのデカールですかね。ここにシワが寄ってんのがちょっと気になりますかね。結構デカールを対応してるんですけども、そんなに気になる部分がないというか、非常に丁寧に作られている印象がありますね。このカーボンボンネットとかこのバイナルとかですね、非常にクオリティが高いので、なかなかいい内容なんじゃないですかねこれ。これ写真で見るより全然いいですね。まあ、そんなこともあってかなり満足感の高い内容だと思います。ということで今回はワイルドスピードカーコレクションの DK の愛車日産 350Z Z33 をご紹介しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。